皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。トッサン TV トッサンでございます。えー、本日は中国の食料輸入についてお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。えー、昨日食料問題という動画を上げましたけれども、そちらと相互補完するような内容になろうかと思います。よろしくお願いします。えー、まず中国の輸入総額なんですけれども、こちらがですね、2兆。 億ドルこれが2019年、昨年の数字でございます。日本円にしますと約220兆円ということで、莫大な金額輸入している国なんですけれども、えー、この中でですね、食料の占める割合というのは実は少なくて、わずか3%といっても総額が多いので3、3%はすごい金額なんですけれども、こちらが648億ドルでございます。はい えー、まあ、6兆、7兆ぐらいですね、の間ぐらいだと思いますね。はいえー、ということでございます。で、き、え、のー、の動画でも申し上げました通り、中国というのは、えー、ほとんど食料に関しては自給自足ができている、自給率の非常に高い国でございます。えー、にもかかわらず、今現在、食料危機というのが言われていて、えー、習近平さんが食べ物をです、ねえー、残すなと。 要するに食品ロスを減らそうということを今、えー、言いまして中国全土があ指令が飛んでそれが行われているという状況でございますで、えー、さらにはです、ね、数日前のニュースで中国社会科学院というシンクタンクが、えー、ここから5年間の間に1億3000万トンの食料が不足するという報告結果を出しました。 この中国社会科学院というのは中国のシンクタンクのナンバーワンでございまして中国共産党の政策にも大きく影響を与えるところが出したということで注目を集めておりましてこれも今、食料危機論の中で大きな1つのですねえーテーマになっているということでございます。まここれに関してはですねえこの中国社会科学院が していいる内容ととうののをちゃんと解説しますので後ほど解説させていただきます、えー、では、まず内訳、えー、から見てまいりましょう。えー、米、麦、とうもろこし、大豆と、あともう一つ重要な豚肉。この5つを見ていきたいと思います。まず、お米から。はい。えー、ちょっとですね、えー、図にまとまっているもの、直近のものがなかったので、2015年まで、えー、まとめているものがありましたので、こちらを利用させていただきます。 で2015年以降大きなあ変化ですね、えー、というのはありませんので、えー、こちらで見ていただければですね、概要はつかめるんじゃないかなというふうに思います。はい。で、お米なんですけれども、2002年から、えー、2015年までですけれども、おちょこっとだけ減っているところはありますけど基本的にはですね、ずっと生産量が増えているという状況でございます。 で現在100%は切りましたけれどもおおむね、えー、時給は足りていると状況でございます2012年からあ輸入量はあゴンとお増えておりますけれどもそもそもの生産量が莫大なので、えー、食料以外に使っているお米というのを食料にいつでも添加できるような状況であります、えー、なのでお米がすぐに食料として足りなくなるという状況はこの図から見てもおなかなかないのかな いう状況です。はい、えー、次に小麦でございます。はい、えー、小麦ですね。小麦も同じくですね、二千二年からずーっと生産量が増えてる状況でございます。はい、えー、途中ですね輸入が増えてるところもありますが、やはりこれもおおむね二千十二年から輸入量が増えているということでございます。はい、えー、そして自給率もですね、す、え、べ、ー、て九十五パーセント以上ですね。直近でも九十八パーセント近くあると。 というところでございますはい。ただ輸出の方はあもうほとんどできていないしていないというような状況ですねはいという状況ですはい月にはトウモロコシはいトウモロコシでございますトウモロコシに関しましてはですね生産量があ莫大に増えている2002年から2015年までで約2倍近くまで、えー、生産量が増えていて なおかつ2012年から輸入量も増えているという状況でございますしかしながら生産量が莫大すぎるので自給率は98%ぐらいあるという状況でございますでこちらに関しても、えー、食料というところで考えたときに、まあ、た食品というか食べる量として考えたときには、えー、輸入がたとえゼロになったとしてもそちらに転嫁できるだけの十分な生産量がある状態ということが言えますはい でえー、次が問題の品目でございます。大豆でございます。はい、えー、大豆の図がこちらでございます。はい、一転しまして2002年から2015年、大豆の生産量は右肩下がりに下がっていきます。はい、二分の一程度まで、えー、下がってますね。自給率も当然下がっていきます。 2002年67%あったものが2015年で12.6%となんとかこれを維持しようと今頑張っているような状況でございますもちろんそれに伴いまして輸入量は爆発的に上がっていくというところでございますちなみにですが2019年現在で世界で輸出に回る出回る大豆のうちの約6割を中国が一国で買っているという状況でございます、はい ちなみにその図今出しますけれども、はい、こちらになります。はい、えー、この赤いラインですね。が、300万トン以上の赤いラインなんですが、メキシコに一部引かれてますけれども、それ以外は全て中国に向かっているという状況でございます。はい。えー、ちなみになんですが、世界で一番トウモロコシを輸入している国というのは、 なんと日本でございます。日本が一番トウモロコシを輸入している国です。はい、えー、これはまあ付け足しということですね。はい、ではなぜですね、えー、こんなに大豆を輸入しなければいけないのか、トウモロコシをあんなに生産量を増やさなければいけないのか、あということでございますが、次の図を見てください。い、こちらになります。はい、えー、これですね、えー、豚肉の生産量でございます。 でなんとびっくり、中国はですね、豚肉すらも自給率がほぼ100%あるという国でございますで。もちろん輸入もしておりますが生産量の方はが莫大すぎて、えー、輸入量が霞んでしまうような感じですね、えー、ただ、ですね、えーえー、アフリカから来た豚ヒンフレンサーですねあれで3億5000万頭ぐらい処分をしなければいけなかったと。 いうような状況があります。あとコロナでも実は豚肉は被害を受けております。はい、えー。スミスフィールドフーズ社というアメリカの前アメリカの会社、今中国が完全子会社してとして買収した会社がありますけれども、世界最大の豚肉の生産および加工ですね。加工処理をしている会社でございます。 これを2013年に中国は買収しまして完全子会社化しておりますでここがの農場がコロナでやられて1個閉鎖してるんですねはいというのもありまして豚肉の価格が急騰したという状況があったということでございます、はい、でですね今中国で食糧危機叫ばれておりますし えー、大豆がまあ足りないというような状況もあります。で、これ集約していくと、やっぱこの肉にたどり着くんですね。中国に限らずですね、日本もそうですけれども、経済成長していくと、まず主食が変わります。米とか、冷えとか泡とかですね、えー、そういったものから米とか小麦にまず変わっていって、こっちの生産量を増やさなきゃいけなくなるわけです。で、さらに経済発展していきますとですね、えー、副食の量が上がります。 で、主食の方っていうのは抑制されていくんですね。あんま増えなくなっていくんですけれども、今度主食の、あ副食の量が増えていく。で、主に増えたのがやっぱり中国は豚肉ということでございます。で、豚肉 1kg を生産するのに必要な飼料はその4倍ぐらいいます。4kg ぐらい。トウモロコシだけで言うと、トウモロコシだけでもちろん、あのー、育てるわけにはいかないんですけれども、仮にトウモロコシだけで育てると、仮定するとするとすると7倍いります。 1>, 1キロの豚肉を生産するのに対して7キロのトウモロコシがいると言われておりますつまり莫大な飼料が必要になるでその莫大な飼料の中を補っているのがトウモロコシと大豆でございますで大豆に関しては、えー、実際輸入された大豆のうちです、ね、8割9割ぐらいが桜油油ですね油を絞る桜油もしくは粉砕 といいう加工をされていますで油の方はですね飲食店とか業務用で主に使われるみたいですねただメインはこっちじゃないわけですね、えー、大豆の搾りかす大豆ミールと呼ばれるものですけれどもこちらが飼料に使われるでおそらく粉砕したものも加工食品にも使われると思いますけれどもそちらも飼料に使われてるんじゃないかと思いますけれども結局はこの豚肉というところに、えー、集約していくわけでございます はいえー、なので、輸入の面から見ると、ですね現在のお、まあ、豊かになった食生活を支えるため、これが落ちてしまうと、都市部の大量の人が不満を抱きます、中国共産党にですね、ただでさえ農村部はもう不満たらたらなわけですから、えー、これをですね抑えたい、他の私の動画で人民という動画を上げてますけれども、中国共産党が最も恐れてる相手というのはアメリカではありません、自国の人民でございます。 でそれを抑制するために、えー、情報を操作して海外のメディアが入らないようにすべて、えー、WeChat とかです、ね、動画もそうですけれども自前のメディアにして情報封鎖をしているそれは、えー、人民に反乱されるのが怖いからだということでございますけれどもそれを抑えるためにはどうしてもこの高い自給率を維持しなければいけない。 ということで、えー、輸入がですね、えー、実際コロナが、あのー、事態が起こってから今年の4月ですねぐらいに各国が結構、あのー、短期的な規制をかけましたで4月の時の規制がこちらなんですけれどもこんな感じでいろんな国がですね、えー、穀物に対して規制をかけましたはい、えー、こういう情報も相まって食料危機ということが、まあ、言われるわけですけれども、えー、こと中国に限ってはですね えーまあ、この程度の規制では、ちょっとびくともしないぐらいの生産量が実はあります、なので、えー、穀物を輸入には全然頼っていない、大豆はめちゃめちゃ頼ってますけどね、えー、基本的には頼っていないので、えー、短期的に見て食料危機が起こるということは、ま,あ、まずありえないんではないかなというふうに思います。はいえー、では、なぜですね、えー、今回、この食料危機ということが言われているのか。 そして中国の社会科学院の方がですね、なぜここから5年間食料の不足というのを予測したかということですけれども、えー、このニュースを読み解くときに大事になってくるのは食料という単語です、食料。これですね、中国でいわゆるこのの国とかシンクタンクが発表するときのこの中国食料という単語なんですけれどもこれはですね、米。 小麦、トウモロコシ、えー、大豆などの豆類、芋類。これらを指す言葉です。それ以外は入りません。これらだけを指す言葉です。で、えー、これは食べる分を指しているものではないです。工業用に使われるものだとか、飼料に使われるもの、えー、畜産に使われるものですね。飼料に使われるもの、全部ひっくるめて、この食料という単語になります。 なので、えー、社会科学院が発表した足りなくなるというのは、おそらくですけど、主に大豆のことを指しているということでございます。はい、要するに飼料用の大豆が今後とも足りないよということです。でさらに言いますと、えー、今年ですね、かなり中国は水害被害を受けました。毎年水害が起こっている国なんですけれども、水害被害を受けました。あ,あと、干ばつあー、バッタですね。 はいの被害もありました。で土壌汚染も進んでいると言われております。これ以上農地を大幅に増やすこともできないということですね、えー。っていう中でですね、えー、中国の自給率、あと農村問題というのもあります。えー、従事農業に従事する人口がま減っていってる中で農業の人の 所得もなかなか上げられない、上がってはいるんですけれども、経費も同じぐらい、さらに圧迫するぐらいかな、増えてますので、農村部っていうところの改善もなかなか行われない、これにはですね、中国の歴史的な問題があるんですけれども、大規模農業というのがなかなかできないんですね、構造的な問題があります。というのも相まって、中国というのはですね、自給率をこれ以上上げられないですね、というところに問題があると。 ということでございます。はい。で、えー、中国のおなぜ食料輸入うが問題視されるかというとお、これ最後になりますけれども、これは昔から問題視されてます。昔からですね、えー。米、麦、トウモロコシのこの3品目とってもですね、世界で、全世界で地球上で生産されている2割以上が中国で生産されているという国でございます。しかも、それだけの量を生産しているのに、 生産した分を1年で使い切ってしまう国なんですね。で、そこが食料危機になるということは、全世界が食料危機になるということです。特に、えー、輸入に、食料を輸入に頼っている日本は直撃、直撃を食らいます。えー、いろいろなものの、食べ物の値段が跳ね上がって、 えー、行くことになりますので中国で食糧危機なんていうのは、えー、我が国の立場からすると間違っても起きてほしくないことになるということでございます、えー、さらに中国の場合は備蓄が1年以上あるという政府発表がありましたおそらくそんなにはないと思いますけれど、まあ、1年と見た時にですねものすごい量があるんですけれども1年で使い切っちゃう量なんですよ1年で使い切っちゃう量ものすごい量なんだけれども1年で使い切っちゃう量になってしまいます えー、なので、えーまあ、中国の場合は消費の量が凄まじいので、えー、生産量が限ってもで今の大豆とかの輸入量が限っても全世界にすぐに影響を及ぼしてしまうということで中国の食料問題というのは全世界から注視されているということでございますもう2000年とかそれぐらいにはですねもう100%絶対切るなみたいな圧力をいろんな国から受けている。 国でございますね、はい。そういった意味では中国は現在のところ世界に対して食料問題としては貢献している国というのがおそ、えー、らく色眼鏡を取った見方ではないかなと思いますただちょっとでも足りなくなったりとか、えー、不足分が出たりとかっていうことで中国が世界から買い占めるような状況が生まれてしまうと一気に評価は反転する、えー、ということですね。えー、その えー、シーソーソゲーム綱渡りを毎年毎年ずーっとやっている国だということでございます、はいえー、では本日は中国の食料輸入についてお話しさせていただきましたありがとうございました